はい、始まりました。石門ジャップ TV。 このオリンピック期間、まさかの森保監督が評価され、宮本監督がパリオリンピックの監督就任かというニュースに、悪い意味でびっくりな石門ジャップ。日本サッカー協会マジで大丈夫かと思いながらも、今回のトークテーマですが、今現在 J リーグの中断期間中で再開戦まであと残り1日にもかかわらず、神戸がボージャン獲得へというビッグニュースがあるなど、まだまだ各チーム補強はあると思いますが、移籍市場がある程度落ち着いてきたところで、2021年シーズン中の移籍情報 in J1 編の振り返りを行い、個人的に J1 にやってくる注目の移籍トップ5を取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 J2 編に関してはすでにアップ済みですので、そちらも気になる方は概要欄にリンクを貼っておりますので、よかったらご視聴していただけると嬉しく思います。では早速、8月8日時点での J1 チームに加入する全体的な移籍情報はこの通り。 J1 ということもあり、すごい戦力がずらり、J2 に比べ圧倒的に華やか。川崎に至っては強気の補強なし。鳥栖に関しては資金難から獲得したいけど、松岡選手を出さざるを得ないなど、獲得する余裕はないといったところかなと。そして浦和と神戸と横浜 F マリノスと横浜 FC、そして清水の補強がシーズン開幕前くらい豪華。また今回黄色で赤文字で示している選手たちなんですが、海外からやってくる選手ということで、全体的に海外からやってくる選手が半分くらいは占めているという現状。コロナ禍の14日間の待機期間があるにもかかわらず、新助っ人外国人の発掘は活発。ユンカー選手の例があるので、どのチームもその再来を狙っているのでしょう。また海外に移籍した日本代表選手及び日本代表レベルの選手の復帰も見逃せない。古橋選手が神戸からセルティック、オナイウアド選手が横浜F マリノスからトゥルーズ、そして田中碧選手が川崎からドイツ2部、で、三笘選手が川崎からプレミア経由ベルギーへの移籍、そして川辺選手が広島からスイスへの移籍など、多くの選手が海外に旅立ちましたが、一方帰ってくる選手の存在、酒井選手に安西選手に武藤選手に、J リーグ初参入となる宮市選手、そして大迫選手も加入まで間近ということで、海外に旅立ち失われると思われた J リーグの人気を補うには、十分な J リーグへの復帰の数々、いい循環だと思います。かつての輝きを披露できるのか楽しみです。そして他で全体的に目を引くのは、下位チームから横浜 FC と清水エスパルス。この2チームは開幕前からも大型補強をしておりましたが、うまくはまらず、中断期間も懲りずに補強補強補強。もうここまで来たらやり通すしかないのかもしれません。もはや気持ちいいです。まず横浜 FC は新助っ人外国人4人発掘、及び FC 東京からアルトゥール・シルバー選手を獲得。これはかなり思い切った感があります。枠の関係もあり、カルフィン・ヨアピン選手が対談になっているので、この獲得した5人から当たりが出なければ、横浜 FC としてはかなりきつい。ダントツ降格圏にいる状況なので、チームを丸ごと変えるような感覚。降格圏脱出なるのか、横浜 FC は注目せずにはいられません。あと、清水に関してですが、降格圏にいないものの、思いのほか勝ちきれない試合が多く、この順位に。新監督ロッティーナ監督のもと、新しいやり方を馴染ませるのに時間がかかっているのかもしれません。とはいえ、大型補強の割には連勝ができていないという現状もあるので、横浜 FC と同様、昨年と全く別のチームとなる新生清水。メンバーは間違いなくいいので、残留争いから脱出する今季初の連勝になるのか、開幕同様楽しみな存在です。そして他で取り上げたいのが、個人昇格移籍。J1 から J2 にやってくる選手はシーズン途中とはいえ30人以上いますが、下位カテゴリーから J1 に移籍となると5名のみという現状。なんといっても水戸から3人も昇格。その代わりに J1 から戦力をレンタルしている水戸ですが、主力3人がシーズン途中に抜かれるのはきつい。11位という順位と降格枠4つあるというレギュレーションなので、水戸が少し心配になる引き抜き劇。浦和に移籍した J2 屈指の展開力と潰し合い要素もあるザ・ボランチの平野選手に、広島に移籍した快速センターバックの住吉・ジェラニレ・ショーン選手に、ガンバ大阪に移籍した攻撃的なサイドバックの柳沢選手が抜かれるという事態。そして秋田からは、玉際が最強でシュートブロックもうまく、キックの精度が高い秋田の象徴、鈴木純也選手が FC 東京に移籍。あと JFL の FC 平方ティアモから荒井春樹選手がセレッソ大阪にレンタル移籍。正直この選手の情報は足が50メートル5秒台という情報以外全く知らないです。カテゴリーだけ見ると3つ上のカテゴリーへの超飛び級異例移籍。しかもレンタルなのでお試し感覚に近いのかもしれません。とはいえ天皇杯で初出場したみたいなので、リーグ戦での出場なるのか、
JFL 出身の選手で活躍した J リーガーはいくらでもいるので、この新井春樹選手注目していこうと思いますし、出世移籍した選手たちにとってはまず出場機会の確保、難しい壁ではありますが、誰が出場機会を確保できるのか、再開戦が楽しみです。そして他に気になるのは、かつて所属したチームへの復帰、お帰りなさい移籍、J2 ほどではないですが、J1 でもちらほら、梅崎選手の大分に、安西選手と上野選手の鹿島、そしてまだ決まりではありませんが、杉岡選手と斉藤美月選手の湘南など、かつて活躍したチームで輝きを取り戻せるのか、特に注目しているのは梅崎選手、ユース時代から過ごし、プロデビューした大分へ約13年ぶりの復帰、プロ2年目で彗星のごとく活躍してすぐにフランスに移籍してまた燃やす J リーグに戻ってきた記憶が思い出されます。浦和に長年在籍しておりましたが、個人的には大分の印象が強く、両者にとって願ったり叶ったりの移籍、若手として大活躍した梅崎選手が13年以上の歳月を経てベテランとして大分の窮地を救えるのか楽しみです。そして他でお帰りなさい移籍といえば、杉岡選手の湘南復帰、決まってはまだいませんが、安西選手が戻る鹿島の選手層を考えると復帰はほぼ確定と言っていいので大注目。これは決まれば湘南にとっては大きい。湘南時代は J1 昇格にナビスコ優勝に導く決勝ゴールなど順風満帆な感じで、東京オリンピックに本来いるべき選手ではありましたが、鹿島に移籍して同じポジションに長戸選手も獲得されるなど、その長戸選手とのポジション争いに敗れ、杉岡選手のキャリアに狂った感がありますので、湘南で再スタートといきたいところ。以上、様々なパターンの移籍を振り返ってきたところで、次、個人的に2021年シーズン途中 J1 にやってきた注目している移籍トップ5を取り上げていきたいと思います。まず第5位、フォワードのヤクブ・シュビルツウォーク選手、ポーランドの一部から名古屋に移籍。いろんな新助っ人外国人が来日しますが、個人的には新助っ人外国人の当たり予想の筆頭格、山崎選手の怪我などセンターフォワードの選手層が名古屋は薄く、少数精鋭の名古屋にとってはもってこいな大型ストライカー。プレー集を見る限りではボックス内でのドリブルシュートがうまく収めることもできるので、まあ、名古屋としては本当に欲しかった選手なのではないかなと。そして最初彼を見た時なんですけども、元ドイツ代表のポドルスキー選手かと思ったのが正直なところ。それくらい顔は似てる。現役ポーランド代表でレバンドフスキー選手の陰に隠れてはいますが、 J リーグとレベルが近いポーランドリーグで23試合15得点の実績は侮れないですし、同じような形でいち早く J リーグにやってきたユンカー選手とどうしても重ねてしまいます。また名古屋はもともとシーズン始まった当初、ユンカー選手にオファーを出した経緯があり、それが断られてからのヤクブ・シュビルツウォーク選手なので、ユンカー選手が浦和で大活躍の今、第2のユンカーレベルの活躍は期待せざるを得ません。また名古屋は ACL もあり、ポーランド代表のキャップ数が6だけとはいえ、国際舞台での経験もあるので、名古屋としては J リーグの優勝が難しい今年、ACL 優勝に向けて頼もしい助っ人がやってきたと思います。そして次、第4位。ミッドフィルダーの江坂選手が柏から浦和、そしてフォワードの武藤選手が浦和から柏への交換完全移籍。発端は今年残留争いとなってしまっている柏からエースで10番の江坂選手を浦和がまさかの引き抜き、また開幕当初はベンチだったものの、武藤選手もスタメンで試合に絡む回数はそれなりにあり、かつ前線の選手層が決して豊富とは言えないので、浦和が功労者である武藤選手をあっさり放出するのは意外で、どっちも電撃移籍という印象。浦和が江坂選手を強奪し、結果的に後から武藤選手が交換のような形で柏に移籍しましたが、実績的にはどちらも申し分ありませんが、年齢や最近の成績を踏まえると浦和が戦力アップし、柏が戦力ダウンした感は否めないかなと。そんな江坂選手は昨年柏の絶対的エースのオルンガ選手をうまく活かした実績があるので、今年は昨年と同じように浦和の絶対的エースユンカー選手を活かし、活かされ合う関係が期待されていると思いますし、ただ小泉選手の存在もいるので即レギュラーとはいかないかもしれませんが、浦和にとってはレギュラー争いが加熱しそうですし、一方武藤選手が加入する柏ですが、武藤選手はパスを引き出す運動量の豊富さとシュートセンスが売りで、技巧派の江坂選手と同じ役割をこなすというよりかは、ポジションが被ると思われる2列目の瀬川選手や仲間選手、そして神谷選手たちとのポジション争いにより、戦力を底上げして総合的に江坂選手の抜けた穴を補う狙いがあると見ております。そして次、第3位。
フォワードの杉本健佑選手、浦和から横浜 F マリノスにレンタル移籍。この移籍は本当に意外でした。ユンカー選手が怪我した時のことを考えると浦和としては抑えておきたい選手なんじゃないかなと思ってました。ただユンカー選手が来る前はスタメンを張っていたわけですが、どうもシュートが入らない、何かに取り憑かれているんじゃないかと思うくらい、ここ近年の杉本選手は運に見放されている感があります。なのでチームを変えて心機一転するのは杉本選手にとってはいいのかもしれません。点はあまり取れていませんが、シュートチャンスには絡めていますし、競り合いにも強いので、セレッソ時代のような爆発は所属チームによってはまだまだあり得るんじゃないかなと。そう考えると選手再生工場と言っていい横浜 F マリノスは移籍先としてはベスト。ジュニオルサントス選手やオナユ選手は横浜 F マリノスで覚醒した事実があるので、フォワードとしてもともと能力値が高い杉本選手の再覚醒なるのか、オナユアド選手が海外へ移籍し出場機会はそれなりにありそうなので注目ポイントになってくると思います。そして次、第2位、日本人の海外勢の帰還。酒井宏樹選手がフランスから浦和、宮市亮選手がドイツから横浜 F マリノス、安西光輝選手がポルトガルから鹿島、武藤義則選手がスペインを経由してイングランドから神戸、そして決定はしておりませんが大迫勇也選手がドイツのブレーメンから神戸の移籍などいろいろと挙げられますが、安西選手の鹿島復帰と宮市選手の J リーグ初参入を除いた酒井選手と武藤選手、そして J リーグ復帰間近の大迫選手はかつて所属したチームではない他の J リーグチームへの移籍。選手への評価や誠意というのはなんだかんだ金額であるという事実。酒井選手に関しては柏ではなくまさかの浦和への移籍ということで、酒井選手の加入により右サイドの西大吾選手のポジションがどこに配置なるのか、ボランチに配置される可能性もあり、酒井選手の加入は右サイドバックの選手のみのレギュラー争いにとどまらないくらい浦和にとってはいい意味で影響力のある補強。ユンカー選手というターゲットマンもいるので、酒井選手の高速クロスも行きそうで何より、浦和にとっては強力な武器を手に入れた感があります。そして宮市選手に関してはようやく J リーグに戻ってきたかという印象。今 J リーグで一番と言っていいくらい前線の新加入選手が活躍しやすい横浜 F マリノスなので、移籍先としてはいい選択だと思います。前田大然選手バリのスピードを兼ね備え、かつイケメン、初の J リーグの舞台で違いを見せつけられるのか楽しみです。そして安西選手の鹿島の復帰に関しては思いのほか J リーグに戻ってくるのが早いと思ったのが正直なところ。右も左も共に上下動できるサイドバックなので、彼の加入により杉岡選手に移籍の話が出るのは仕方がないと思います。そして次、神戸に加入する現役日本代表大迫選手と元日本代表の武藤選手の加入は神戸でないとできない補強。古橋選手の抜けた穴は大きく、横浜 F マリノスの中川選手にオファーを出したものの振られてしまい、それからこの2人の獲得なので古橋選手の偉大さを物語ってます。大迫選手は現状維持できているのであれば日本人最高フォワードであることは間違いないですし、武藤選手は FC 東京時代に無双していた時のことを考えると、この2人の同時獲得なら古橋選手の抜けた穴にお釣りが出るくらいの補強。神戸は現在3位と好調で、今年目指すところは ACL 圏内だと思いますので、それが現実味を帯びそうなすごい補強だと思います。そして次、栄えある注目移籍第1位、ミッドフィルダーの松岡大輝選手、鳥栖から清水への電撃移籍。これこそ本当の電撃移籍。いやー、もうこれはもはやホラーと言っていいでしょう。清水が鳥栖の松岡獲得へっていう記事を朝見た時はどうせガセネタやろうと思っておりましたが、お昼には移籍が決定。豊田選手に次ぐ鳥栖の象徴でありパリオリンピック代表の筆頭格がまさかの電撃移籍成立。ACL 圏内を目指す鳥栖から残留争いが現実味の清水への移籍は正直びっくりです。鳥栖の経営状況がヤバいという現れな気がします。移籍金をクラブに残すことで松岡選手のクラブを思う気持ちが見えますし、海外移籍を見越した移籍っていうのが大きそう。また清水としては獲得するタイミングとしては絶妙。残留争いをしている身であり、守備から攻撃、攻撃から守備へのスイッチを入れられる豊富な運動量を兼ね備えたボランチが清水にはいなかったので、松岡選手はうってつけの人材。そしてシーズン終わってから松岡選手を獲得しようと思うと、今シーズン評価を最も上げているうちの一人であり、おそらく獲得するにももっとハードルが上がりそうなので、清水の大熊 GM、いい仕事をしていると思います。また移籍する時の松岡選手のコメントが本当に泣けます。一部借用すると、評価されているはずのポジティブな悩みなのに、毎日ルーティーンをする中で、勝手に涙が出てきたり、口の中にたくさん口内炎が出てきたり、寝ているはずなのに寝た気がしなかったり、目を動かすたびに眼球が痛くなったりもしました。などなど、
いろいろとありますが、まずしっかり体動かせますかって心配になりました。眼球が痛くなるなんてマジでやばいでしょ。本当に大丈夫かよと。まあ性格がど真面目なんでしょうね。まあそれだけに悩み悩み抜いた決断だったのでしょう。ユース時代からお世話になっているクラブへの愛着を感じます。ただ決まった以上は吹っ切れていると思うので頑張ってほしいものです。また降格圏内にいない清水ではありますが、14位と残留争いをしているという事実があるので、まずは清水を残留争い脱出に導けるのか。そして完全移籍なので9月11日のトス VS 清水、松岡選手がアウェートスに乗り込むという形になるので見どころ満載のカードとなりそうです。移籍コメントの内容からしてトスのサポーターが松岡選手に示すのはコロナ禍とか関係なくおそらく拍手でしょう。悩みに悩み抜いた移籍なので、この松岡選手の活躍はもう期待というよりかは祈るような思いで見ていきたいと思います。以上、2021年シーズン途中に J1 にやってきた注目している移籍トップ5でした。各チーム獲得した選手が再開戦でいきなり先発を飾るのかも含め、再開戦楽しみ満載となっております。また移籍ウィンドウがまだ閉まっていないので、まだまだ駆け込み加入はあるとは思いますが、今回のシーズン途中の移籍情報の振り返りは以上となります。ここまでご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメントしていただけると嬉しく思います。また次回の動画でお会いしましょう。石門ジャップ TV でした。